はい、40代を過ぎるとですね、特にですけども、この体型とか体重が気になってくるんですよね。これは女性だけではなくて男性もなんですよ。それはですね、体力が落ちてくるっていうのの原因の一つに、自分の体重が重くって、その体重に体力を消耗させられるっていうのがありますよね。それからやっぱり肥満気味になってくると、脳卒中とか、それから心筋梗塞のリスクが高まっていく、それから糖尿病のリスクも高まっていくということで、健康上いいことが一つもないんですよね。まあ、その中でダイエットをしてみたいとかね、それ筋肉を鍛えていきたいって思う気持ちはあるんでしょうけども、なかなかこれが続かないんですよね。で、今回もガチンコマッチョクラブのミスター M さんが、こういう方法だったら続くんじゃないかっていう風なね、そんな動画を提案してくださいましたので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。そしてですね、この動画の作り方、ダイエット動画の作り方なんですけども、非常に重要なポイントが2つあります。1つはですね、やってる本人がやっぱり痩せていってるっていう説得力ですよね。で、もう1つがですね、これやっぱりこう短い動画っていうんですかね、短いって言っても1分2分でやれってわけじゃないんですけども、大体3分か5分ぐらいの動画にまとまっていると、その動画を見終わった後にちょっとやってみようかなっていうふうになるんですよね。で、10分ぐらいになっちゃうと、見て満足して、ああよかったっていうふうになっちゃうんですよね。まあ、ですので、ちょっとテンポよく、まあ、なんかいろいろとね、工夫するところが大事だと思いますけども、徐々にね、短くこうジェットカットできるようにしていくといいのかなと思います。やっぱりスピード感でよしやってみるか、要するに動画を見てると、やっぱりミスター M さんの動画ってちょっとやろうかなって気になるんですよ。やろうかなって気になった時に、まだ動画が半分以上残ってると、まあ見終わってからやろうかって感じで、見終わった時にはエネルギーが落ちてるってことに、まあなるようだったらね、困るなっていうことですよね。まあこの今のいただいた動画はそうなるよってことではないんですけども、そういうことをちょっと気をつけて、テンポよくスピードアップしてるようなね、まあ、以前もありましたけども、倍速で編集してるみたいなのがあったりとかしましたけど、ああいうのはなんかすごくいいなと思うのと、やっぱテンポよく喋られるとかね、演出してると、動画を見終わった後にこうやろうかなって気になるのかなと思いますよね。まあダイエット動画をこれから作ろうかなと思う方は、このスピードとテンポが大事だよってことで、ね、これで覚えていただければと思います。それではね、次回の動画を楽しみにしてますんで、ミスター M さんよろしくお願いします。そして一緒に動画を見ながらダイエットに励んでいきましょう。それでは失礼します。